本日は、生き始までの時間を変えるとどうなるのか、試してみたいと思います。なお、生き始以降は変えず、シティローストで入り上げます。今回使用した豆は、エクアドル、グレートマウンテンです。まずは、基準プロファイルです。ニハゼがちょっと遅れましたが、大体基準通りです。次に、ショートプロファイルです。1ハゼが8分20秒で、基準より1分以上短いです。ここで気がついたのが、1ハゼと2ハゼ開始温度が、基準より高いことです。次に、ロングプロファイルです。1ハゼが、基準より1分ほど長いです。本当は、2分長くしたかったのですが、火力調整が難しかったです。焙煎した豆を並べてみました。が、新しいカメラに慣れておらず、うまく撮影できませんでした。1週間エイジングした後の、焙煎豆です。見比べても、違いはなさそうです。今回も、同じ温度、抽出時間にするため、同時に入れていきます。ぬるくなるまで冷まして、飲んでみます。基準とロングは同じ感じでした。ショートは渋み、えぐみが出てしまっていました。1ハゼまでの長さはある程度の時間が必要そうです。ただし長くしても変化が見られないので、渋み、えぐみが出ない程度に短くした方が良さそうです。